塾赤崎です。降りしきる雨の中で瀬尾です。はい、よろしくお願いします。はい、今回こちらつけ麺どでんという場所に行ってまいりました。どでん、はい、どでんのですね、うん、まあつけ麺ブランドなんですけども、はあ、埼玉新都心と与野の間にある、うん、埼玉県のお店ですけども、はい、今言いました通り、あのどでんのですね、うん、つけ麺、まあ主につけ麺だけの、お店でございます。まあ、メニュー見ていただくとね、油そばもあるんだけども、はい、基本的には極泥つけ、激辛つけ、カレーつけっていうのがございまして、はい、でこの2つを、まあ、いわゆる冷や盛りなのか厚盛りなのかで選ぶと、うん、まあ、ほんとつけ麺の選び方。そうそうそう、厚盛りはまあ釜揚げという、タイプのもの、 赤い方が厚い方ね、うん、厚盛り、厚盛りのやつ。さらに、なんとこちらです。なんと11種類のトッピング選び放題ということで、自分で取るんですよこれ。すごい。そう、まあ、何が取れるのかちょっと後ほどね、はい、見ていきたいと思いますけども、着丼でございます。僕が選びましたのは、キワドロの釜揚げの方ね、油ローストポークを、まず選択しまして。すごい、これトッピングであるんですか。そうそうそう、でその後こちらが取れるやつです。あ、これが取れるやつ、これが取れるやつ、ニンニク生姜ごま魚粉でレレ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 と入っておりまして、おっと説明してくれあのローストポークと普通の豚かは選択できると、うん、で野菜辛めとかをコールすることは一応できない。あ、もうつけ麺だから。そう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 、なるほどね。油はあの入れるか入れないから聞かれますんで、はい、なのでね、はい、というわけでね、とサラリーマンですか、就職したんですか。あの今回ちょっとあの結婚式の前に行ったんで、行くな、前から、すいません、前に前にジロケ行くな、すいません、本当にね、せめて後で、結婚式いろいろ飯食えるぞ、あ、まあね、そのあたりもありましたんで、今日はショーで行きましたけど、いや、そういう問題じゃない、ショーで行きました、まず食わない、マシマシって意味じゃねえのかよ、マシマシ、まあ、マシマシしたかったんだけどね。野菜と、続いて引き続いてね、麺を食っていきますけども、はい、まあ、共通するね、極太ゴワゴワわしわし縮れ麺なんだけども、量多いな、やっぱ髪型何これ、ね、いやいや、こうしとるとはこんな感じですけど、はい、あのショーだとこれ本当のショーだったの、本当のショーだった、なるほどね、自動系だからでかいとかじゃなくて、マジのショ ー間違えちゃいまして、いや、いいでしょ、結婚式、結婚式だから、結婚式だからいいかなので一口一口で次の具いかないともうすぐ食べきっちゃうよということでね。なるほど、ローストポークはもう生ハムのような滑らかな薄さと美味しさでございますね、はい、さあそしてごま魚粉を、もう入れていきますよ。味変ですね、ごま魚粉、キムテギュンみたいですね、キムテギュン元ロッテの4番、五感はすごいぽかったよキムテギュンをぶち込んだみたいになりますけど、はい、そして、まずはこの濃厚さに拍車がかかりますけど、はい、もやっぱりね、魚粉入れたらこれうまいよね。僕はもともとはあの濃厚魚介のつけ麺とかがすごい好きだったので、ニンニクも、結婚式前なのに入れます、入れます、もう結婚式だろうか、円卓に迷惑が、ね、同じ卓の人がマジで、玉ねぎも入れていきますね。せっかくの晴れ舞台なのに、もうしょうがない、これはもう埼玉新都心だったから場所が行くしかないということで、終わりに行きゃよかったのに、ほんとそうだよ、いやいや、終わりだとお腹いっぱいなんでちょっと、いややっぱりね、別日いけたよ、別日、あ、それに生姜も入れていきますよ、そう、生姜もあるんですね、生姜も入れて、そして桜エビを全部いってる、全部いってる、はい、ここでね、揚げ玉と酢の玉ねぎなんかもあって、で、これをね、じっくり混ぜていきましょうか、すごいね、だからもう、濃厚さといえば濃厚さなんですけども、うん、まあ、桜エビの風味が結構強くてですね、いろいろなエッセンスが詰まったつけだれにできるんですね、はい、さあそしてね、生卵もありますよということでね、早速生卵を割っていくんだけども、何に使おうかなと思うじゃないですか、生卵ね、やっぱりね、生卵なかったんだわ、そう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 、ゆで卵こっちがこっちがゆで卵でした、生卵ね、これが生卵でした一目じゃ分からないんで、同時に持ってくるとね、これ油とね、生卵を僕は混ぜていこうということでね、まあ、どでんといえば、ちょっとこう甘めの藤丸出身のお店なんで、はい、甘めのこの油を出してくれるんだけど、油をね、つけ、いや、つけ油の麺ですよね、いや、このすき焼き風、まあもう藤丸が元祖と言っていいかもしれないですね、そこにローストポークを入れて、このガチすき焼きだよこれね、うん、本当にうまそう、よいしょね、うめえ、これもう追加した方がいいと思いますよ、なるほどね、おすすめ、
もうローストポーク食べに、これは絶対追加した方がいい。なるほど、そして肝心なこのゆで卵を食っていきますけども、ドポンと入れます、無料なのはいいんですけども、殻むくこと考えるとね、1個が限度かなと。やっぱり他のお客さん待たせちゃうんでね、油と生卵を合流していくよ。で、そうしますとこの中1種類のトッピング、もはやね、油とこれ麺だけで食うのももったいないなと思いまして、何したと思いますか、もったいないんで。米。お、あらららちょっと聞いてください、こちら。すいません、あ、今から追い飯っていきます。おいしい、ということで、飛び入りでね、この追い飯を購入させていただきまして、はい、こちらですね、小ライスといえども結構ご飯入ってますね。結構入ってます。はい。で、ここでしっかりと白米にね、おスープを染み込ませていますよ。あ、そして卓上ダレなんかもちょっと追加しちゃったりして。しね、これはうまいっしょ。ね。うまい。これうまい。あの、もうお茶漬けしてみたいに食っていきますけども、はい、ただここで気づきました、これね。あ、レンゲみたいな。そう、これここにあるんですよ、実は。なるほど。ここにあるんで。で、左側。スープ割りなんかもできるんだけど。やっぱつけ麺屋だから、やっぱり。そう。まあ、白米多いかなって人はスープ割りで最後スープだけ飲んでもいいかなという感じですわね。あ、取ってきましたね。はい、結構いいスープ着てるね、この人ね。結婚してたんだよ。あ、個人的にはスープ割りではなく追い飯をもう完全におすすめしたいところですね。だからまあ中とか大とかもあるけど、うん、実際にこの賞を選んでライス購入を目当てに行ってる。あと、そしてつけ麺と麺水があるんですね。マックスでテンション上がってる。やっぱりこう埼玉市なんで、出身なんでね、大久保浄水場から荒川の水をお届けしてるんですよ。本当にその水使ってるのか。いや、これ分かるんです。本当にこれ本当です。埼玉市内、岩槻区以外は全部大久保浄水場に。社会科見学で学んだんだよ。ミネラルウォーターではない。あ、ではない。あーと、あ、76.8。 76.8 です。どういうことなの。マシマシレベルとしてはマシマシレベル増やせない。ということですね。まあ、ドデンはマシマシに相当するコールをマシマシじゃなくて、はい、ドデンって言うんですよ。はあ、知ってました。コールがドデンなのね。あ、そう店名の。結婚式前に行っても大丈夫ですか。大丈夫なんです。大丈夫なんです。まあ、みんな別の時に行くだろうね。まあ、ご相談しまーす。